ゆっくり休める部屋を大至急お願いします。申し訳ございません、現在一般の部屋は満室でして、最上階のスイートルームは空いておりますが、こちらはお値段の方が。どうしよう。私に聞かれてもスイートどころかまともな宿代もないわよ。そうだ、ベリルは賭けで儲けた金があんだろう。その金でスイートを借りようぜ。でも僕そのお金で新しい筆と絵の具を買おうと思ってるんだけど。琥珀のために頼むよ。絵の具なんていつでも買えるだろ。そうだぞ、琥珀がかわいそうだろ。なんだよ琥珀って。ああもうわかったよ。これでいいんだろ。大事な琥珀をスウェットでたっぷり休ませてあげなよ。ベリル、ありがとう。とりあえずこれで一安心だろ。どこ行くんだよベリル。スケッチに行くの。琥珀が目を覚ますのを待ってるのはあんたらに任せればいいだろ。僕あんたたちのドタバタに巻き込まれてコンクール用の絵がずっと描けてないからさ。じゃあ俺も一緒に行くよ。あ、シング、僕と一緒に来るなんてどういうつもりさ。ああ琥珀のために街で何か体にいいものでも売ってないかと思ってさ。なんだよ、結局琥珀じゃないか、アホシング。もうついてくんな。僕は闘技場でこの街らしいスケッチを描いてくるからさ。え、何怒ってるんだよベリル。俺も行くってば。思った通りだよ。この雰囲気いいね。いいよ。こんな誰もいない闘技場が絵を描くのにそんなにいいの？芸術ってわかんないな。この静けさの中に過去の戦士たちの強いスピリアを感じ取るのが芸術家なんだよ。そうか、強いスピリアか。じいちゃんにも言われたけど、俺はまだまだだな。シングはおじいさんに何を言われたのさ。うん、憎しみで戦うな、強いスピリアを持てってさ。そうなんだ。うん、それで琥珀を守ってやれって。え？でも守るどころか、琥珀の勇気に比べたら俺のスピリアなんて独りよがりで弱かった。琥珀はすごいよ。まだスピルーンが欠けてるのにあんなに強いスピリアを。もううるさーい。何回琥珀って言えば気が済むんだよ。あ、何いきなり怒ってんだよベリル。なんだよ琥珀って。二人きりの時くらい他の話をしてもいいだろ。もうほう、仲間割れかメテオライト。わわわ、なんなのさこの人。こいつはインカローズ、俺のじいちゃんを殺した仇だ。ああ、お前を殺すわけにはいかんのだ。だが、ここまで成長しているとは。後々のためには腕の一本も潰しておいた方が良さそうだな。シングに何すんだこの野郎。
リル！あ？貴様、先ほど仲間割れしていたのではないのか？そうか、あれは芝居か。ならば協力してもらうぞ。協力？ああ、そうだ。確かめたいことがあるのでな。お前は何もしなくていい。ただ、メテオライトの前でむごたらしく殺されろ。ほん、意外に丈夫だな。即死はしないか。ならばこれでどうだ。ああ、そういえば絵を描くとか言っていたな。ならば腕をもぎ取るか、目をつぶすか。人は死よりも望みのない生を生きる方が辛いと聞くからな。やめろ、やめろ、インカローゼ！やはりそういうことか。理解しましたぞ。さすがスイートルーム、いい眺めね。じゃない、闘技場が爆発したわよ。闘技場？二人が絵を描きに行くって言ってたろ。琥珀は寝てろ、俺たちで見てくる。私も行く。どこだ、出てこい、インカローゼ！俺は何を。ベリル、しっかりしろ。どうだい、僕だってちょっとはスピリア強いんだぞ。うん、ごめんごめん、俺ベリルの大事な絵までめちゃめちゃにしちゃった。ああ、あの傑作に変わるだけの波乱万丈なデマをちゃんと提供してよね。貴様ら、動くな！帝国軍？って、いきなり波乱万丈すぎだよ！相馬使いども、今の爆発は貴様らがやったのか。人目を引くような真似をしおって。ん、可愛い方の少女はいないのかね。可愛い方？琥珀に何の用だ。ちょっとちょっと、可愛い方の少女で話をそのまま進めるなよ。帝国軍兵士。おいおい、なんだこりゃ、予想以上の状況だぜ。まさかスピルーンがこいつに。やめてくれよ、さらに状況が悪くなりやがったようだな。おお、なんだこれは。やはりその少女のスピルーンは特殊な力を持っているようだね。これは研究のしがいがありそうだ。どうだ君たち、取引しないかね。その少女の秘密を教えてくれれば、我々はゼロムと呼ばれるスピリアに住む魔物のデータを提供しようじゃないか。ゼロムの情報？気づいてるんだろう、デスピル病とはゼ
ゼロムによるスピリアの汚染なのだと。実在した夢を喰らう魔物ゼロム、どんな魔物とも異なるスピリアに救う化け物、ゼロムの秘密をあいつらがどこから来た何者なのか知りたくはないかね。せっかくだけど断るよ。俺たちは自分で決着をつけたいんだ。ああ、てめえらなんぞに妹を任せるわけにいかねえしな。だとよ、悪いな。俺も個人的にはそそられる話だが、取引はなしだ。たく、こんなにいい条件を断るなんてね。やはりバカを相手に交渉など無意味だったか。最初からこうするべきだったよ。おい、やべ。なんだこいつは。ソーマの力でも押し返せない。Thank you.
何かおかしい。くソーマがないのに、なんで？何か。さすがに一体でソーマ使い5人相手はきついか。少将、先ほどの爆発に気づいた結晶騎士どもがこちらへ向かってきています。ここで教会とぶつかるわけにはいかんね。仕方ない、撤収するよ。待て、コーネルピン。やはり帝国軍のコーネルピン少将が彼女の確保に動いているようですが、くれぐれもお気をつけよ。危うく鉢合わせになるとこだったわ。知らせてくれてありがとう。それにしても軍が動いたわ。これはピンチ？それともチャンスかしら。おっと、ではまたの。イネス、俺たち帝国軍ともトラブっちゃった。どうやらそのようね。まったく、教会に続いて軍にまで喧嘩を売るなんてやりすぎよ。はあ、今度こそ宮廷学会の道はおしまいかも。イネス、コーネルピンってやつが琥珀のスピルーンを持ってるんだ。追いかけなきゃ。コーネルピンがスピルーンを？彼はこの町の南西にある中央大陸最大の帝国軍基地、リグナトル駐屯地の司令官よ。リグナトル駐屯地、あそこはとても一般人が近づける場所じゃないわ。その心配ならいらないよ。 Everybody in the trouble の真っ最中のご様子。あ？何しに来やがった。てめえのせいで俺たちは死にかけたんだぞ。本当にソーリー。名誉と欲に目がくらみ、人として恥ずべきプレイをしてしまいました。その過ちを償いたいのです。ユウたちを僕の飛行船でリグナトルまでお送りしましょう。琥珀さん、飛行船乗り場で待っています。信じてくれという方が無理でしょうか。プリーズ、僕に償いの機会を与えてください。飛行船を貸してくれるのか。あいつ案外いいやつなんじゃ。なに言ってんの。あんなやつ信用できないこと山のことしだってば。確かに飛行船なら検問に引っかかる心配もしなくて済みそうだけど、問題はあの男が本当に信用できるかどうかだ。で、どうするよ。軍に見つからずに済む方法は多分これしかないと思う。考えててもしょうがないよ。道の主はガンドコ行こう。乗り気はしねえが、他に方法がないのも確かだしな。飛行船乗り場か。行ってみるか。を信じてくれるのですか。うん、完全には信用できないけど、俺たちどうしてもリグナトルに行かなきゃならないんだ。飛行船、高いとこ怖いけど、お願いします。これはいけない。エヴェバリー、ハリアップ、急いで飛行船に乗るんだ。これは結晶騎士の方々、何かご用ですか。先刻闘技場で破壊活動があったため、犯人と思われる走馬使いどもを探している。心当たりはないか。走馬使い、
メイビーそれは僕のライオグランプリ優勝を阻み屈辱を与えてくれた奴だ。ええ、見かけたら必ずお知らせしましょう。よし、もし発見したら軍ではなく必ず教会に知らせよ。いいな。アーメスさん、疑ってごめん。本当に助けてくれるんだね。気にしないでください。さあ、邪魔が入らないうちにレッツ出発しましょう。ベリル、お前何アーメスの影響を受けてんだよ。喋り方変だぞ。どうしたのさ、翡翠。もしかして空飛ぶ船もダメなの？うるせえな。俺はとにかく揺れるものがダメなんだよ。エブリバディ、コールドなドリンクでもいかがですか？それ、なんかおかしなものが入ってるんじゃないの？心配なら優が指定したグラスを毒にしましょうか。ベリル、疑うなんて失礼だよ。ありがとう、アーメさん。いただきます。コハク、俺の分も取ってくれよ。なんだよ、僕だけ性格悪いみたいじゃないか。僕だって飲むよ。さあ、ユーもどうぞ。おう。ドリンクではなく、氷の中に眠り薬を仕込み、華麗に毒味をパスするつもりだったのだが、わざわざそんなトリックを使う必要もなかったですね。教会に突き出さなかったのは単に賞金が出ないからなのに。ピュオーナー、まもなくリグナトルに到着します。オーケー、到着次第軍に賞金首を捕らえたと伝令を出してくれ。僕にはこの飛行船を維持するマネーが必要なんだ。プリーズ、悪く思わないでくれ。やっぱりね。この状況を利用させてもらいましょうか。